パンチパンチパンチ、わお。ヘイ、ヤソです。ボールもやっていきます。今日はね、こちらのフレームアトラスくんのビルド紹介をしていこうかなと思います。すごいね、このフレームは今のはポキャブラリーなさすぎたな。まあ、今回はね、アトラスくんの一番特化ビルドを紹介していこうかなと思います。いや、素晴らしいですよ、本当に。ちょっと前まではね、ですわね。まあ、結構前ね、アベレ定威力をいっぱい上げて、まあ、火力を出していたフレームなんですけれども、ちょっと前のバフによってね、まあ、使い勝手がすごく大幅に変わった、パッシブとかも追加されてね、すごく変わったフレームなんですよね。で、その変更でですね、そんなにアビリティ威力が必要なくなったと、範囲殲滅しやすくなったのと、2番の石化している、まあ、もしくは1番増強でもいいんだけれども、石化している敵に対して1番を与えることによって、ものすごいね、火力を出しやすかったんですけれども、今回のね、アンブラルモッドが追加されたということで、アビリティ力がね、素晴らしく上げやすくなったというわけでね、これまた大幅に変わったんじゃないのかな。アトラスくんはね、まあ、正直言うて、めちゃくちゃビルド組むのに時間かかりました。これが一番今のところかかってますね。他にもね、まあ、ナイダスとか、あと、ライノとかいろいろ、まあ、他にもね、まだ紹介しないんですけれども、ビルドは組んでるんですが、まあ、このアトラスくんが本当に一番難しかった。どういう風に調整していけばいいのかっていうのもあるし、アビリティ力をどういう風に上げればいいのかっていうのもね、すごく悩みました。というわけで、早速、まずはビルドから見ていこうかな。そちらから紹介しないとちょっとね、説明が難しいんで、まずは、オーラ、スティールチャージとラッシュですね。ここのラッシュに関してはですね、まあ、ドリフト加速じゃなくて、なんだっけ、スライディング加速か。スライディング加速のモッドでもありなのかなってちょっと思いましたけれども、その理由はですね、1番ってわりかしね、射程が短いんですよね。範囲モッド積んでも射程が 15m にしか伸びないんですよね。15m だったらちょっとね、範囲が狭すぎて、例えば1発目殴った後2発目行きたいんだけれど、足りないっていう時に、まあわりかしね、スライディング加速しながら距離を詰めたりだとかするので、まあ案外ありなのかな。バレットジャンプで詰めちゃうとね、どうしても上の方向からこう、キュイーンっていっちゃうから、ちょっとね、当てづらかったりするんだよね。うん。だからね、まあ、わりかしスライディング加速もありなのかなと思います。まあ、俺はね、ラッシュがすごい慣れているから、ラッシュで、まあ、距離詰めたりするんですけれども、で、プライムドコンティニティ、スティールファイバー、オーバーエクステンデッド、ストレッチ、TF の、インテンシファイ、ウンブラのインテンシファイ、バイタリティのハンターレイジですね。ここのハンターレイジがすっごく失敗したなって思っていて、ここね、ストリームラインのが断然使いやすいですね。一番ってやっぱり、無敵になりながら殴る関係上、そこまでね、ヘルスにダメージが受けないんですよね。まあ、高レベルになったら、必然的にダメージは受けてて、エネルギーどんどん回復できるんですけれども、このウンブラバイタリティとかスティールファイバーとか積んでいるせいでちょっと硬いんすよ。さらにアトラスってパッシブでね、走行値を上げることができるので、思った以上にね、ダメージを受けながら戦うっていうフレームではないのかなって、まあ、このビルド組んでから気づきましたね。意外とね、そんなにエネルギー回復してくれない。思った以上にガンガン回復してくれるかなと最初思ってたんですけれども、それだったら、TF じゃなくてストリームラインつけて2番も使いやすくした方が、2番じゃない、3番か、3番の石化ださっきもなんか俺2番つってたな。まあいいや。3番の石化がすごく使いやすくなるんじゃないのかなと。まあこのね、アビリティ力自体もそこまでね、必要ないんですよね。うん。やっぱほんとね、火力倍々ゲームできるし、すごくね、火力伸びるので、正直いらないんですけれども、やっぱりね、男はロマンですよ。火力 is パワーですよ。クソつまんなかったね、今の説明。死にたくなってきたわ。じゃあ次、1番の説明していきますか。1番はですね、コンボ倍率に影響してくる。まあ、そこは後で説明するか。まずはそうだね。まあ、1番殴り続けることによって、3段階ですね。パンチ、パンチ、アッパーみたいな感じでね。3段階目はですね、パンチしている間、無敵時間が持っているので、かなり思った以上に硬いフレーム。さらに、この1番で確か倒した敵は、あ、違う、石化している敵に対してか。石化している敵に対して1番で殴った場合、パッシブの走行値上昇の部分が75だったかな。確かそんぐらい回復するんですよね。普通に石化している敵を倒しても確か50とかしか回復しなかったんですけれども、確か。で、近接モッドに影響してくるのがすごいね、要素が多くて、まずは基礎ダメージだね、こちら。まあ、基礎ダメージ、プライムドプレッシャーポイントとかね、あと、スポイルドなんたらストライクっていうのも影響してきますね。はい。攻撃速度が下がっちゃうんですけれども、このね、攻撃速度に関してはアトラスパンツが影響してこないです。で、衝撃ダメージモッド。はい。切断と貫通は影響してこないです。そして、属性ダメージモッドですね。さらにクリティカル倍率、そしてクリティカルダメージ確率の、モッドが影響してきます。そしてさらに状態上確率モッドが影響してきますね。まあ、ここの状態上に関してはですね、石化している間は大体状態上受けないので、そこまで必要ないかな。まあ、あればあるだけいいんだけれども、今回のビルドはね、本当にエネルギーがカツカツだから、まあ、そこまで、ね、石化して殴っていくっていうパターンは多くないんですけれども、まあいいでしょう、そこは。で、さらにコンボカウンター持続時間モッドですね。ボディカウント、ドリフティングコンタクト、あとグラディエーターのやつですね。で、さらにオーラの、モッドとスティールチャージですね。グローイングパワーも影響してきます。アビリティ力なので。で、さらにリベンモッドですね。リベンモッドはですね、先ほど説明した基礎ダメージ、衝撃、属性、クリティカル関係、そして状態上確率、さらにコンボ持続時間モッド、オーラモッドはリベンモッドに乗んないか。まあその、やつなんですけれども、まあそれ以外は影響してこないと。で、シンジケートの近接の増強モッドと、ですね、これは、武器固有のシンジケートの増強モッドですね。例えばそうだな、ジェット帰宅とか、そういう、なんつうのかな、なんて言ったらいいんだろう、ケラーおばさんから手に入るやつとかは影響してこないと。シンジケートじゃないと影響してこないので、ダガーの即死モッドも影響してきますね。はい、といった感じかな。で、さらに、コンボカウンターが増えることによって、ダメージ倍率、これも影響してきますね。はい、なので、ですね、これ、まあ、分かりづらいんですけれども、アトラスってね、コンボ、違う、アトラスの1番って、1番自体にコンボカウンターが持ってるんですけれども、ここではないです。近接の方ですね。アリットヘビーガンナ150コルベですね。まずは、素で殴っていこうかな。うん。さあ、どうだ。さあ、なるほど。まあ、ちょっと思った以上に火力出てないかな。やはり2番との、ここまで高レベルになってくるパターンっていうのはないんですけれども、やっぱ2番との組み合わせでパン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 殴っていった方がいいのかなと思います。ここまで来たら、100レベルだったらどうなんだ？ちょっと100レベルで見ていこうかな。めんどくさいから103レベルで。見ていきます。2番じゃなくて3番と組み合わせずにちょっと殴っていこうかな。せっかくなんで。さあ、どうだ？いや、こんぐらいだったら、ちょっとコンボカウンター上げただけで、倒せんじゃないこれ。余裕でいけるね。マジ強えな、これ。じゃあ次3番で、殴っていこうか。さすがに3番だったら余裕でしょ、これ。わーお！近接の方のビルドを紹介してなかったですね。まあ、そこまでね、当てにはなんないんですけれども、自分はこんな感じでやってますね。はい。これか？これだね。プレッシャーポイント、ファイバー、ヘビートラウマ、基礎ダメージのやつ、そして衝撃のやつですね。で、さらに毒と、そして電気と、で、DC といった感じで、自分はやってますね。そこまでね、1番ってクリティカル発生するわけでもないので、確かね、クリティカル確率がすっごい低かったはずなんで、クリティカル上げるよりも純粋に、まあ、火力持ってった方が使いやすいのかなと思って、まあ、こんな感じにしました。まあ、そうだね、リベンがあれば、どっちの方がいいかな。この基礎ダメージとかでいいんじゃないのかな。抜くとしたら。多分それであって、ているはず。はい。ということで、以上やそうでした。またね、バイバイ。